今月の広場のほのぼのカフェはフレンドセクションズのメンバー紹介です。何やらタンポポさんのお部屋で、あ、音が聞こえてきました。ちょっと覗いてみましょう。失礼します。こんにちは。こんにちは。ちょっとあのほのぼの何でしょうか、部外者以外出てきた。すいません、ちょっとあのほのぼのカフェの今月のテーマがあのフレンドセクションズのメンバー紹介ということで、ちょっとお邪魔させていただきます。メンバー知ってるじゃないですか。知らないですか。メンバーが変わってね。なので、え、どうしますか。あ、じゃあ、 あの順番に、はい、聞いていきますね。はい、はい、まずは浅見先生は何担当ですか。浅見はですね、なんちゃってベースです。素晴らしい。ベースです。かっこいいですね、ベース。じゃんじゃんじゃん、よろしくお願いします。じゃ続いて花輪先生は、はい、こんにちは。はい、こんにちは。もう、はい、もう見るからにって感じですね。そうですね、はい、キーボード担当してます。パチ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 。じゃ続いて、はい、柏村先生。はい。はい、はい、はい、ボーカルと、たまに、はい、もしかしたらサックスが出てくるかもしれません。かっこいい。はい、嬉しい。じゃあ最後に、あ、園長先生、なんか、あ、私エンジニアです。パソコン担当です。あ、すごい、はい、なんか機材がいっぱい、はい、ね、難しそう。パチ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 。ギターも、ね、ボーカルもやってます。ボーカルも、あ、もうパソコン担当です。オールマイティーでです。この4人でね、あの、なんかいろいろイベントとかたくさん出てますので、今度の夕涼み会でも、夕涼み会からフレンドセクションズ大きく変わります。あ、そうなんですか。はい、今までのボーカルが変わりましたので、ボーカルに合わせて音楽が大きく変わっています。これからはあのデスメタルと、デスメタルからヘビーメタルに、そうだった、あ、このメタル系のバンドになってきますので、もう柏村の趣味に全部合わせて、はい、デスメタルを幼稚園でやることになるかもしれません。もしかしたら、はい、もしかしたら、じゃあそうなるかもしれないということで、夕涼み会ね、お楽しみにということで、はい、デスメタルバンドです。はい。じゃあ練習の途中ね、お邪魔しました。頑張ってください。